信じらんないもん、帰りたい。うん、レギュラーティーでそれ出るともう辛いよね。辛いっす。大丈夫、前はさいて、もっといて、もっといて、いいよいいよ。おー、カート道、カート道ラッキー、はい。顔赤っちゃったよね。そうね。よいしょ。うん、あるね。うん。ゆうちゃんどうですか。ゆうちゃんは、うん、今日は多分。ティーチングの資格を取って、一番悪い日です。なるほどね。集中力がありませんね、うんうん、今日は。体がふわふわしちゃってます。お腹空いてるから、大丈夫。はい、お腹ご飯食べたら。ご飯食べて、ちょっとビール一杯飲んで、そうだね。気を取り直して、ご飯頑張りたいと思います。うん、はい、飲んだ方がいいかもね。いつもはこんなんじゃないんで。うん、はい、そうだよ、だって、一番最初に出てくれた時だって70代で回ってるじゃん。うん、いや、80回80だったっけ、はい、あ、そっか、はい、だったと思います、うん、おお。あー、右狙いすぎた、バンカー、ストーバンカーだ、大丈夫です、ナイスバンカー、入ってないの入ってないよ、入ってない、入ってないです、うん、5番打ったで打ちます、はい、てると思う。ありがとうございます、やったー、もう取り戻してきました。ビール飲む前に、ビール飲む前6番アイアンで打ちます、はい、いい4ヤードですね、はい、いいショット、これはいいショットだ、乗ってる乗ってる、絶対ジュンさんはすごい今の、今久々になんかあんな打ち込めたかもしれない、はい、めっちゃいいショットですね、ありがとうございます、すごいかっこいい、一言、うん、やったぜ、ライちゃんは なんでゴルフを始めたんですか。いや、もともと2年前か今から言うと、はい、うん、ゴルフ真冬で初めてやって、うん、3ホールで眠くなって、うん、ゴルフなんか二度とやるもんかって思ってで、去年お仕事、うん、たまたま呼ばれてて、はい、やったらなんか飛んでるってなって、うん、そっから、うん、あー、なんかできると思って、そう、なるほど、その時のゴルフはね辛いよね、やっぱピーってこう止まらないよね、うん、あー、エース使えるようになりたい、でもね、今日の芝エースめっちゃ引っかかっちゃう、うん、あれいいと思う、うん、ありがとうね、良さそうだよねピーね、ピーね、ちょっとエース仲良くしてみるわ、頑張る、フック、上り、下り、お、いけ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 、また跳ねた、お、でも切れない、切れなかったね、ね、どっちです、うん、ライン読み間違いです、切れ、ナイスタッチ、きた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 、うわー、惜しいオッケー、ありがとうございます、うまい、パーかな、やっとパー取りました必死な、パーした、パーした、まだ1個もパー大丈夫。今日の目標は、はあ、1個、うん、これはパパッと目標達成なるか、おお、うん、来た、下りが、下りがね少しありました、なるほど、ナイス、あいや今打ち方良かったけど、うん、足の中から中です、
です。ナイス。わ、ナイスです。ありがとうございます。やったぜ。やったぜ。フォアパッドからのダボだよね。うん、7。そうだ、ね。フォアパッド。フォーパッとした。フォーパッとした。もったいないね。ちょっとある意味センスあるよね私。どういうどういうセンス？どういうセンス？ハズレセンス。ハズレセンス。ハズレセンス。そう。ハズレセンスがあるそうです。ここまで来る人はなかなかいなくない？あ、でもまだ最初の方はみんなさパター結構下手というか苦手な人多いよね。うん、距離感合わせるの難しいです。うん、うん、でも今日初めてこうヘッドで感じるっていう、うん、ちょっと今日はゆうちゃんに教えてもらってね、うん、今日一つ覚えたから、うん、よくなるよ。よくなるね、きっと。自分で言うきっとね、センスあるよ。センスある。え、でもさ、本当ドライバーさ変わらないじゃん、飛距離。うん、変わらない。ドライバーの距離全然変わらない。変わらないよね。番手もさ、すごいいいじゃん、なんか、うん、いい。マジですぐ80台とかじゃない、レギュラー絶対出ます、うん、はい、センスがある、センスがある。うん、ドライバーは日によって全然違うから、うんうんうん、ね、たまにテニス打ちになっちゃうと、うん、こうテニスって下半身使うから膝めっちゃ動く、うん、ゴルフってあんまり動かない、腰で使うじゃん、うんうんうん、そうで、テニス、ゴルフって左手で打つじゃん、うん、でもテニスって大体右なの。そうだね、だから右の力左より強くて、うん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 、あ、確かに確かに。最初の頃はもう左行ったり右行ったり、うんうんうん、なるよね、うん、でもすごいです。今日初めて1年とは思えないぐらいのショットを連発してる、ね、めっちゃ飛ぶよね、うん、ちょっと次のホールも頑張ります。頑張ります。頑張ります。前の方に振り抜きましょう。おお、ナイスショット。止まってます。大丈夫。ナイスショットです。行きますね。危ない。うん、フェアウェイ。ならないように振るっていうよりもボールにインパクトするように。ふんふん、意味わかんないけど、あ、わかる。ます、うん、マシュールフ、うん、マシュールフで行こうかな、うん、いいですか。いいよ。外に上げて、外に上げて、うん、いいから、うん、いいね。うわー、飛んだね。捕まったよ。めっちゃ飛ぶんですよね、マシュールフやったら。すごい。できてるかわかんないけど。いや、全然違う。イエーイ。ナイスショ。マシューユーちゃんで。マシューユーちゃんです。頑張って近くまで。はい。5番ウッドで打ちます。残り230ヤード。こう。引いた。これね、もう超むずいんだよ。なんかトップしそうですけどね。でしょ、うん、こんなんなる。かわいいな。おー、あー、もう引いた。大丈夫、大丈夫。いいね。うん、内緒です。大丈夫です。ナイスアウト。ズリってな。出ればよし。ナイスです。ナイス。ね、7番ウッドでしょ。思い切り振ってください。はい。はい。体重が残ったから。その左足上がりはちょっとね、難しいです。そうなんだ。これもうちょっと左向いた方が良かったかな。うん。でもいつもの球だとやっぱり今の向きが一番ちょうどいいんですけど、なんかね、ライ的にライが右足がかなり下がってるので。そうなんだよ、ね、体重が残ってああいうボールになっちゃうんですよね。そうだよね。ちょっともうちょっとこう向いて、はい、抜けやすくしようとよかったかな、はい、それか左足上がりの場合は右足寄りにボールを置くと、あ、こっち側にね、はい、フェースが、うんうんうん、はい、
なるほど。そう、俺も。まあ、打ちにくさもあるかもしれないんで。うん、そうなんだよ、ね、はい。なんか打ちにくかった。うん、あ、でもこれ難しいやつだ。あ、ちょうど7番でいいかもね。今、9ヤード奥です。9ヤード奥。今がちょうどいいくらいかな。うん。うわぁ、引っかかってる。でも、いい、ナイスー、ラッキーラッキーナイスちょっと、トップ気味だったけど、トップ気味だったけど乗ってるかな。乗ってるやん。ここでワンパットで前半締めていくから、うん、見ててね。9番、はい、105ヤードいい、いい、内緒、内緒、ありがとう。近そうです。やった、調子いいな、なんか、うん、いいですね、はい、戻ってきました。ここ、こういうとこ放送してくださいね。大丈夫です。バッチリです。あの、ピンの近くまでズームしてます。やったぜ。ナイス。やったぜ。チャンユーのボールです。ナイス。めっちゃ近かったよ。こんな狭い、グリーンに。私の7番はここまで飛びました。いやー、飛びすぎです。でもここは多分ね、まっすぐでワンパットで締めていくね。難しい。でも腐ってるから危ないよね。いきます。はい、強いかい。あ、でもいい感じ。あ、戻ってきてる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 、近寄ってます。うん、いい感じです。やっぱしっかり打たなきゃって言って入っちゃうね、ここね。ねえ、難しいです。芝がね、結構難しいです。ちゃんと補足してる。いいね。少し難しいですが、乗ればいいぐらいかなっていう、うん、3分の1とかでもいいかもしれないです、うん、距離感。下ってますよ、かなり。ですら。あ、切れた、めっちゃ切れた。めちゃめちゃ切れますね。切れる。はい、やー。なあ。OK。うわー、切れるじゃん、これ。ここでもパー4。パー4。あ、パーパッチ。パーパッチ。めっちゃ長いパー4だったんだ。え、長くない？長い。え、ティーショット。うん。セカンドで200以上残す。あ、そうだそうだ。来た。うわ、ナイスパー。集中しました。パー取った。ナイスパー。やったぜ。やったぜ。やったぜ。ジュンさんの真似。かわいい。ピー。やったぜ。お疲れ様です。お疲れ様です。ビールビール。ビール。てか、やっぱ芝むずくない？芝はむずいです。引っかかっちゃう感じ、ね、アプローチ超打てない。なんかまだゴルフそこまでわからないから、うんうん、難しいとか簡単とかまだわからない、うん、この芝目がわからないとか、うん、今日は打ちにくいとか全然わかんないから、うん、いい勉強になる、うん。今日もアプローチはピッチングとかで転がしていった方が絶対いいですよね、うん、いや、ほんとそう。私も58持つのやめる。ね、58で打つのかーと思いながら見てたりそうだよね、うん、来てみたらわかるけど、ほ、うんとにあのめっちゃ突っかかるんだよね。そう、締めっぽいというか、うん、今日のじゃあご飯食べましょう。はい、ご飯食べて後半も頑張ります。頑張ります。めっちゃ美味しい。こんなに打った日はビールに限りますよ、うん、そうだよね。でもさ、なんか飲んだら力抜けて意外と後半良かったですよね、うんうん、こっからフィーバーしていくもんね、うん、私はコーヒーでフィーバーしてしないでしょ。ちなみに私の平均パット数45回だから。え、
そうなんですか。今日は減ってますよ絶対。もう前半20いくつ打ってるよ。嘘。打ってる打ってる。もったいない。23。23。今日ちょっとショート気味ですもんね、うん、やっぱ振り幅もうちょっと変えてみたりとか工夫して、okay. 後半それ狙うわ、はい、ここにゆうちゃんが運転じゃありませんって言ったりね、はい、私が運転してます。ビールが美味しい、しみる。これさ、毎回5時にさ流すのね、 YouTube、うんうん、みんなこれ見て酒飲みてってなる。美味しい。めっちゃ飲むの早いんだけど。もう飲みたかった、ずっと。はい、美味しそう。美味しそう。私はいつもゴルフ場に来ると中華を頼むことが多いです。特に麻婆豆腐みたいなやつ、うん、結構あるじゃん。あ、辛いのが好きだっけ。そう、辛いの好き。うん、ね、でもめっちゃ熱そうじゃんね。なんか鶏皿とかないの。一番もうそのままワイルドでいこう。熱いよこれ。いけるいける。あ、しましょう。いやいやいや、もうあ、そうそうそうってなるやつでしょ。それみんな期待してるから、口の中ネルネルになっちゃう。いただいて、熱そうだな。いただきます。ビールに合うよこれ、生姜焼き。私毎回ゴルフ来ると蕎麦って決めてるの、うんうん、でもこれあまりにも美味しそうすぎて。やばいやばい、顔が。美味しい美味しい美味しい。辛い。うん、あ、ちょっと まあまあ辛いかもしれない、思ったより。なんかあれですね、山椒っぽい香りも、美味しい香りが漂ってきました。うん、美味しいです。うわー、生姜焼き美味しそうです。合う。ビールに合います。野菜の味でも甘くない。ドレッシングかけるとドレッシングの味しかしないじゃん。あ、確かに。ドレッシングなしでキャベツ。うん、甘いもん。うん、美味しい。新鮮なキャベツ。甘いもん。甘い甘い甘い。ゴルフ場でエスカルゴ。あ、ありそうだ。トークラのそばめっちゃ美味しいですもん。え、めっちゃ美味しい。甘い。